と言ってカオス、平原と言って多様性、イチャンダと言ってフリーダム。よくわかんないけど、それが沖縄コザ。みんなコザに集合。コザの裏側。宮島真一です。ミクタニーです。すごくない？すごい、お花のいい香りが。お花のいい香りが。ねえ、何があったの？今回のこの収録をしているこの日がですね、はい、コザの裏側地上波でオンエアスタートして丸10年ということで。ありがとうございます。オンエアを見てる今ではなくて、うん、私たちが今撮ってるっていう、ちょっとデイジ、ごめんなさい、ややこしいよね、ややこしいけどお花がね届いてるんですよ。とあるエグゼクティブプロデューサーの方の企画の個展があって、うん、の回ってきたものです今も SDGs ってことでね。まあ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 、そうですねそうなのか。そうですね。まあまあ、はい、そうですね、うんうん、ありがとうございます。ありがとうございますこれからもよろしくお願いいたしま す, お願 い, します。いいですね、こんな感じでこれからもね、はい、皆さんよろしくお願いします。すごいね、そっか10年か。そうですよ。まあ10年を記念したわけじゃないですけども、僕今日はね、うん、あなたを差し置いてお腹がいっぱい、お腹空いてんだよな私。あ、なるほど、この後の OK、 分かりました。はい、楽しみにしてます。ドキドキする。どうぞはい、うさがみそわです。ありがとうございます、はい、富山さん、お久しぶりでございます。はい、久しぶりです。沖縄市料理飲食業組合、はい、8代目の会長ですよね、はい、当たってますね、はい、そんな富山さんも毎日食べてる、ひょっとしてお肉毎日焼いてる。焼いてる、すごいよね。もうちょっと熱いうちに先行っていい？どうぞどうぞ、ね、これは何でしょう？これは今日はシャトーブリアンです。シャトーブリアン、うん、テンダーロインの一番いい場所、ね、テンダーロインの一番いい場所、いただきます。美味しそうですね。いただきます。柔らかい、うん、美味しい。美味しい。600円分だけ食べよね。本当美味しい。ここにもね、メニューにも書いてあるんですけども、うん、1950年、コザ市、今の沖縄市ですね。そうそうそう、コザ市からステーキハウスが誕生しましたと、うん、当初は古き良き時代のレシピをもとに、懐かしいやけど新しいステーキハウスを守り続けますと。うん、多分俺たちが70年、80年見習いをした頃が、うん、多分最後の教え子だと思ってて、あ、その当時の先輩たちからして、うん、なので僕たちがこういった風に、うん、引き継がんと、まあ、途絶えてしまうんじゃないかなと思って、うん、それでこのお店を作ったんですけど。なるほどね、うん、ステーキハウスってコザ中心にいろいろ広がっていったっていう中で、はい、僕の記憶で老舗的なのでやっぱりね、うん、パーカーベニューにあったニューヨークレストラン、そう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 、なんかあるんでしょ。そうそう、うん、この壁にあるのほとんどニューヨークレストランからいただいて、うんうん、にもともと飾ってあったやつを、はい、いただいて、いただいて、はい、大事にその気持ちを引き継ごうということで、引き継ごうと、はい、でここのネオンもなんかネオンは四季から、うんうん、四季が50年ぐらい使ったネオンですかね。くわーすごい、それをいただいたり、A サインもある方からその思いを引き継いでほしいって言ってもらったり、うん、まあステーキハウスって身近にあるんだけど、はいはい、向こう本土からしたら結構高級店っていうか、うん、ステーキ、ね、ビフ的っていうような言い方してて結構、はい、なかなか食べれるもんじゃないっていうけど、うん、でも庶民的なものだったりするもんね。あれなんですよ、オケラもともと黒毛和牛で、うん、和牛だったんだけど、うん、このアメリカの統治下になった時に、うん、赤身肉に変わっていった。なるほど、うん、で90年に税金がちょっと抑えられたもんですから、うんうんうん、特別措置を、はいはいはい、それで安くなって赤身の文化が広がったと。これからの肉文化、うん、最近では1129とか肉の日とか、はいはい、イベントもちょっと前にやってましたよね。いい肉の日、うんうん、今年で3回目になるんですけど、うんうん、一応290名に肉を配布して、うん、この歴史をどうにか伝えていきたいということで、うんうんうん、そうそう、あとテイクアウト、はいはい、でいわゆるコロナ禍ですごく需要があったと思うんですけど、うん、それって今はどうですか？今もありますね。もう根付いてる、うん、根付いてる、はい、そもそもは注文があったらやるかなぐらいだったんですよね。そうそうそう、うん、今結構テイクアウト多いです。なるほどね、いや頑張ってますね。今日はあと何店舗のステーキもあるの？あと1つあるんだっけ？ありますよ、うん、ちょっと僕がまだ紹介してないお店があったんですよ。あ、そうなの？あ、それを次紹介してくれるわ、ね、はい、
いやごめんなさい、これ700円分だね。700円分だね。笠の裏側。いや遠山さん頑張ってますよ、ねえ、うん、歴史が本当にあって、うん、こう鉱山中に愛されてきた、うん、はい、ステーキなんですね、うん、それをまたこれからもどんどん広めていこうという、こう日頃地道にイベントにね、うん、車出したりさ、いやいろいろ本当にね盛り上げようと尽力されてるのがすごく伝わりますもの、うん、そうなんですよ、うん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 、ただとにかくカメラが回ってない時の遠山さんは、うん、いつミクトに行くの。この一点張り。いや私は行きたいのよ、うん、全然声かからんからさ、うん、だからお腹空かせて待ってるよっつう話で、おまたそっちに振るか、当たり前じゃないですか。いや美味しそうだなと思って見てたのよ、うん、シャトーのブリアン、おうそうシャトーのブリアンのミディアムレアね、最高じゃないですか。最高でした、ね、で特製のなんかステーキソースがあったりとかして、この後ね、さらに進化したとこ行くんですよ。マジか、OK、うん、分かりました。期待してくださいよ、ね、いいね、うん、テイカルどうぞ。遠山さん、はい、リニューアルオープン、そうそうそう、式合わせてん、はい、ね、いやだいぶシックになって、もう床から何から全部変わった感じ、ね、いい感じになってますね。いい感じですね。さあこの式、うん、もう歴史が長いですよね、はい、そう1972年、うん、オープンなんでも50年ですね、51年、そうです、はい、1972年っていうのはいわゆる復帰の年ですから ね、 沖縄市復帰の年にオープンしたお店が結構多いんですよ。あなんかそのムードっていうのがあったのかな、はい、盛り上げようっていうのがね、1972年で50年、51年か、はい、ステーキハウスではやっぱり老舗ですね、一番の技では。ありがとうございます。ありがとうございます。うん、おいしい、うん、やっぱ、はい、はい、ありがとうございます。お酒もそうね、ありがとうございます。なんか嬉しい ね、 ね、お肉がこう目の前にこう、ね、湯気が立ってる間に食べましょうよ、はい、これが先ほどメニューの案内もありましたけれども、はい、あれですよね、テンダーロイン、テンダーロイン牛ヒレですね、牛ヒレでございます。今焼いてもらって熱々を焼いてもらいました、はい、まずちょっと焼いてる時にも少し味付けはされてたので、はい、ちょっと一回ストレートで食べてみたいと思いますよ、はい、いただきます。最高です ね、 最高だね。触っちゃうね、これ。おいしい、これおいしい。やっぱり小座といえばテンダーロインと、うん、まあ、ニューヨークステーキとかサーロインなんですけど、うん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 、やっぱテンダーロインがやっぱ人気ですよね。いやめちゃくちゃ美味しい、うん、今度ちょっとわさびもかけていい、はい、ちょっと油もないんでさっぱりとしたお肉なんで、さっぱりとちょっとだけタレをつけて、はい、いただきますね。いいですか。テンダーロインっていう名前だけあって一番柔らかい肉なんですよ、やっぱり、うん、そっか、はい、わさびとも合うね、合うね、うん、さっぱりして、さっぱりして美味しい。あ、なんか嫌なこと全部忘れるぐらいの。もうお肉食べとけばどうにかなるんだよ。なるし、ほんと綺麗になって、はい、こうやってね、壁も綺麗な感じになって、はい、スタッフもなんか生き生き仕事してるような感じにも見えるし、はい、すごくいいですね。ただ72年にオープンして51年ですけど、はいはい、まあ、ちょっとやっぱ若干変わってるのがこの付け合わせが選べるようになってたりですね。昔はこのポテトともやしがポストドックだったけど、うんうん、今はパスタ選べたり、あ、豆腐を選べたりとか、本当だ、はい、日替わりパスタ、島豆腐のシンプル鉄板焼き、島豆腐の鉄板焼き。間違いないね、間違いないね。あ、これは大満足すぎるよね。これも進化だね。これから選べるようになったわけですね。うごめん、これ久しぶりに僕思うんですけど、やっぱね、美味しいの食べるとね、もう笑顔を見つめ合うだけでいいぐらいの感覚、うん、これだから時代の流れで言うと、この50年前と今っていうところでは観光客の方の人も変化だいぶありますよね。もともとはもう外人さん相手好きだった好きよね、うん、アメリカ人を中心にね、はい、それがやっぱ観光も地元にも愛されるような形になっ て、ね、そう、中国、台湾、韓国からのお客さんも増えてると思うし ね、 うね、このスタイルは絶対楽しいですよ。そうですよね。
もう目の前で焼いてくれるんで、うん、いやービールも進んでますよ、うん、進んでるねこの旅は終わらない、肉の旅は終わらない、ね、肉の旅はこれ終わらないし、進化も止まらないし、はい、そうだね、うん、何か言い残したことないかな、大丈夫かな、本当はいっぱい、あ、ちょっと待って、ロールスターはコザの裏側式に来てね。いい香りだよね、お花のね、お花はね、すごくいい香りね、はい、お花のいい香りはしますけれども、うん、お肉のいい香りは1ミリもこちらに届いてませんけど、こっちちょっと残ってるよ、ちょっと、うわちょっとするムカつく本当にないんだねあ、大丈夫、リスナーじゃない、あの視聴者の皆さん、あのテイクアウトできるってよ、どっちも、ちゃ分かるよ、やそんな食べに行くよ、なんならじゃないよ、こっちだとしてはね、今日はお肉の話で、うん、何コザがさ、うんうん、こうみんなに愛されてきて、お肉のお店がいろいろなんかこう進化してきて、うん、四季も上等なってるっていうのは知ってるよ、はいはい、シックななんかこのお店の雰囲気とか、うん、はい、肉のレポートがしたいのよ、こっちは、ですよね、はい、もう、うん、いい声出てるよ、うん、なんだろうね、怒りってパワーになるね、そうだよやっぱりハングリーがね、ハングリーな感じが、ね、ハングリーな感じで、ね、怒りと肉はパワーになる、ね、そうですよ、もうなんかありがとうねどういうことだよいいよ、もう自分で食べに行く、富山さん食べに行くからさ、私ちゃんと待っててくださいね、富山さん行くそうですからね、はい、はい、というわけで、いや、いいね、なんかやっぱりいろいろこう歴史を知って、うん、これから 今のこの、はい、何、まあ、お肉の、うん、というか飲食の業界があって、うんうん、でこれからまたさらにね、はい、こういろいろ進化していくの楽しみだなと思って、うん、そう、あのホームページもしっかり作ってるそうですからね、いいね、楽しみ、沖縄市料理飲食業組合で検索よろしくお願いいたします、ぜひよろしくお願いいたします、はい、富山さん次は持ってきてね食べたい、本気だよ、本気、はい、コザの裏側 OK ソースもよろしくね。宮島満腹新一です糸数ハングリーミキトニですベリーハングリーです、ベリーハングリーだよね、はい、まあでもあのステーキは家族で行ってさ、あの鉄板をさ、はい、こう、あの四季の感じとかいいよね、いいんですよ、あの付け合わせの野菜とかデージ美味しいさ、いいんですよ、でまたあのいろんなソースがとかに、うん、今回これでつけようって食べようかなとか、うん、楽しいよね、うわーそうそう、さっきさあまりにもミキトニハングリーだっていうのでちょっとあの言い訳ですけれどもね、うん、ちょっとプチ情報言うの忘れてた言ってそれは付け合わせ、うん、付け合わせの進化、野菜炒めが定番だったんですよね、そうだよね、大体こうもやしと青菜とのなんか、そう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 、でもね今ねパスタえとあと鉄板で島豆腐ソテーしちゃうよみたいな、シャレとーそんなのもね実はあるんですよ、そうなんだ、うん、そこいいね、そうそうそう、行きたい行きたい、なんかやっぱちょっと特別な時とかさ、うんうん、でもまたランチはランチでそんなにこうハードルが高くないっていうかさ、よく知ってる、割と気軽に行きやすいじゃない、うん、でもあの鉄板の美味しさっていうかさ、うん、目で見て楽しい、うんうん、食べて楽しい、そうですよ、でまた会話も弾むしね、弾むし、いいんだよな、そう好きなのよ、あとOKステーキのなんていうの庶民的な感じのレストランの老舗、ね、老舗な感じの、うん、あそこもスープ飲み比べも楽しいですから、ね、いいよね、あ、いい、ね、やっぱり地域密着というかさ、うん、地元の人に愛されているっていうのもすごくこう大切なことなので、そうですね、OKステーキはね過去の、ああそうか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 、あのインテリアとか、インテリアはニューヨークレストランと親に会った時の式の、ああネオン、ああ、あのステーキハウス書いてあったやつ、あ、すごい、あ、そういうのもまた面白いっすね、いいじゃないですか、眠いあーいい夢見れそうだな、せめて仕事して食べたかった、さあもう年末ですよ、あ、ちなみに焼き方どっち派、あ、僕はね、ミディアムが一応ベースですけど、うんうん、調子いい時はやっぱミディアムレア、あ、私も絶対ミディアムレアじゃないと嫌なのよ、わ、うん、かる、でちょっとレアとか行きたいなみたいな感じ、うーん、あの食べたい、あ、もういいや、もう美味しかったわ、もういっぱい言い過ぎたから
何よ。みんな食べたよ。ちょっとなんかしれっとさカメラとか回したからさ全然目をこら食べてないんですけど。映画テンルームス急に映画テンルームスドイツハンブルク日本映画祭特別賞受賞記念、シネマプラザハウスにて12月15日から限定1週間上映いたします。コザ、うんうん、の街で繰り広げられる人間模様アクションあり笑いあり涙あり素晴らしい約2時間の映画ぜひご堪能した上にコザの街を歩いてみてください。肉食べるのもいい ね、うん、今日なんか俺一番今滑舌良かったような気がするわ。良かったね、うん、油のアンダーがさ多分肉のあんだがちょうど良かったんでしょうね。テンルームスよろしくね。はい、よろしく。